緊急が あってなんか、どうしたのみたいな、大丈夫そうですみたいな、とかそういうやり取りがあったならまあなんかうるんでもんですけど、するがんするがんみたいな。でもこの時にそもそも講義をやってること自体がこっちからしたらよくわからないのに、やるか講義みたいな感じなのに、がんするか思って不安ですね。なんか後輩もなんか言ってて、なんかむしろ電源切れって言われた言ってて、ツイッターで言っててなんかすごいみんなに見られてるみたいな。何が正しい、学生として、教師として何が正しい行動はどういうことか、なんでしょうね、どうしたらいいんだろう、ね、確かに電源も切っとくべきだろうけども、あれ切らなあかんのマナーとして切らなあかんのかな、単なるマナーの方の処理はやるんですね。まあそうですね、マナーの方の処理の元は何なんですか、警報警報とかレギュラーメールとかなりそうな感じしますよね。ちょっとよくわかんないですけど、入試の時って電源切ります。切るよね、入試の時。入試でなったら多分そこ行きたいっす、うん、入試とかね、完全にそのこうなこういうことが起きたらこうするっていう、いろんなねマニュアルみたいなのがあるから、それにしたらいいんだけど、講義は確かに確固たるルールがないから、その先生先生の判断というのが、そうですよね。なんか今日のとかに文句言ってそうであるんですよ、うん、なんか学生たちが今日のとかに文句言ってそうであれですよね。最近みんな文句言うからね強いですからね、全然行きにくいんだよ、生活しにくい教授も何でも別に大学の生活に限らず何でもなんかもうね、SNS とかでみんな軽く発言しちゃうから、やりにくいんだよ、やりにくそう。何やったって何か言われますかね。そうなんだよね。最近ハラハラっていうらしいですよ。ハラスメントハラスメントっていうのがあるらしいですよ。ハラスメントって言葉ができてからまた生きにくい。何言ったってセクハラになるんですか。何言ったってハラハラになるんですか。何言ったってハラスメント。今のこの発言も録音されてると思うと。さすがにしない。嫌なんだよ、そう。なんか言いにくいというか。なんかいつ何を録音されてるかわからないっていうのがこれです。今間違いなくね、そこでビデオカメラで音声も一緒に。あ、録音されてるわ。本当だ。女性差別だ的な発言をすると後々厄介だな、あまり過激なこと言わないように。行きづらいですね。その録音がなかったら結構過激な発言するかもしれない。抑えてますね、本心とね、本心と建前が違うか。あ、電源を取ってやっぱならない。
ターとかやってるの、フェイスブックとか。あ、ツイッターやってます。フェイスブックだけはやってないし、投稿することないね。ツイッターやってるの。ツイッターやってます。本当探して。いやいや、大丈夫です。鍵かかってるの。鍵かかってますね。そうか。怖い。でも、どうせ見つからないから、名前とか出してないでしょ。名前は出してないです。見つけようがない。名前出さないように勝手に発言するって無責任だよね。そうですね、自分の悔いがこそっていう感じですかね。そうなんだ、先生と名前出して自分正しいと思うことを発言してくれる分にはないんだけどだから小林さん、自分の名前のアカウント作ったら嫌です。作って、どうしても探すから。嫌です。それやったら僕はやっぱ早いかな。わかんない。作れって言って、作れって言ったら体が作れって言ったら強そうな感じになっちゃう。危なそう。いやでもたまにいますよね、名字の前全部漢字でしっかり。男だし、まあ、男らしいっていう発言がまだあるの女の子だったんだよな。男らしいって何ですか。今厳しいですね。何でしょうね。メメシーとか。メメシー。メメシーって何ですか。発言しない限り。誰も喋らない。楽しい話しましょう。ちょっと昨日コロンビアが勝ったらしいですけど、コロンビアに日本が勝ったらしいですけど、サッカーで。あんまりよく見てなかった。私も今の日本サッカー嫌いだから。で、なんでですか。面白いから。あ、わかんないです。特にサッカー昨日の試合がすごく楽しいです。でも、前半3分かなんかで入り大量だったんだよね。あ、そうなんですか。そうそう、で、はい、10対11になった。 10人対11人になって。あ、1人、あ、そうですね、1人で。なって、それでまあ、勝つには勝てたけど。あ、当て落ちの相手には勝ったみたいな。なんかね。最初になった人、殺されなきゃいいけど。ああ、そういうとこありますよね。昔あったよね。なんかありますね。10年、15年ぐらい前のワールドカップで、やっぱコロンビアだったと思うんだよ。退場になって負けて、その時。その人やっぱ殺されちゃったよね。なんか帰ってきてすぐってことじゃないですか。地上2番目の速さらしい。なんかものすごいなんか記事があるんですけど、ちょっと話どうか分かんないんですけど、なんか今年の4月に、アマチュアサッカーでブラジルで、サッカーの試合中になんか審判に反発した選手が審判に刺されて死んじゃって、でその審判が観客に首を
ベルの高さ両方楽しめそうな気がするけど、ワールドカップってつくだけでやっぱ楽しい。渋谷で大騒ぎしてるかと。してない。なんないよね。そうですね。何かのが勝ったみたいな。言ってもみたいな。不思議だな、ワールドカップ野球で言う WBC みたいな。面白いよね。あれ面白いですね。めっちゃ面白い。年取れば取るほど大きい。野球の方が面白いな。野球の方が好きですか。面白いよ。野球では本当に面白い。野球、球、球の。うん。全然、最近部長みたいな。野球は。野球、で、若い時やっぱさ、ピッチャーの、わかるピッチャー。ピッチャーわかりますね。ピッチャーが一番楽しいポジションだと思ってたけど。はいはい。いやいや、キャッチャーが一番面白いんじゃないかってなって。キャッチャーの許されるゲームメーカーみたいな。そうそう、キャッチャーではね、もう全部あのゲームコントロールして、打者に行ってサインを決めて、球種決めて、面白いよね。すごいですよね、キャッチャー。キャッチャー。すごい、急になって、キャッチャーってすごい。キャッチャーって一番人気なポジションじゃないのか。あ、そうなんですか。わかるやつ。野球で、遊びでやってる時もあって。誰もキャッチャーって言うだろうなって。あー、いやー、全然遊びで野球とかやったことないかなと思うんですけど、まあ、野球楽しみですよね、キャッチャー。ずっと座りっぱなし。座りっぱなし。一番しんどそうだよ。一番しんどいと思う。なんかこの前打ったら、打者として一塁走っていったりしないと。あ、そっか。一塁のエラーに後ろにボールそらした時のカウントが下がって、うん、一緒に後ろ走ったりするから、ああ、一番しんどい。しんどそうです。まあ、どのポジションでもそうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ即座の判断いりますよね。キャッチャーすごくいきそう。あ、甲子園みたいな、甲子園。甲子園面白いね。甲子園面白いです。去年の夏もずっといいのなんで、振り返りになって。去年の夏、どこ優勝した？去年は、あれどこだっけ、埼玉じゃなかったですけど。あ、そうなの。うん、甲子園。そう。そして大阪桐蔭。桐蔭の推しですか？僕が好きなのは智弁和歌山。え？智弁和歌山が好き。あ、4番って、あ、そう、最近は、うん、
分かる選手、他の人だったら、なんかそういう選手が、知念は。あ、そうです。坂口？いや、違う違う。あれ？あの